アーネスト・トンプソン・シートンアーネスト・トンプソン・シートンはイギリス出身の博物学者、作家、画家である。日本ではシートン・動物ブで有名である。また挿絵も画家である。シートン自身が描いたように100点を超える挿絵は物語を一層魅力的にしている。ボーイスカウト運動の創生に大きな影響を与えた人物でもある。シートンは1860年に イギリスのサウスシールズで12人兄弟の末っ子として生まれた。父のジョセフ・ローガン・トンプソンは船会社を経営していたが事業の失敗からシートンが5歳の時にカナダに移住した。父はカナダのオンタリオ州の林税で4年間森の開拓などをしていたが体調を崩したためにその後トロントに移り住み会計士の仕事を始めた。 幼い頃のシートンは活発な少年であったと伝えられている。学校が終わるとよく森に行って探検をしていた。高校を卒業したシートンは博物学者を志すが厳しい父親の反対に遭い、父親の進める画家の道を歩み始める。アーネストの父ジョセフは近現なキリスト教徒であり、古典的紳士であった。アーネストによると父は家族に対して、 傲君の他何者でもなかったという。父、ジョセフの厳しかった逸話はいくつか残っている。禁言なキリスト教徒の父は、日曜日は起きている時間は、宗教的な務めを行わなければならなかった。そればかりでなく読んでいい本も、キリスト教に関する書籍だけだった。また、アーネストが少しでも、反抗的な言動や態度があれば体罰があった。そして極めつけは、 アーネストが成人すると、生まれてから、今までアーネストに使用した金の明細書を見せ、返済するように求めたほどである。そのような父の厳しさにも負けず、シートンは、オンタリオ美術学校を優秀な成績で卒業したと、伝えられている。またその頃から、自身の好む、動物を題材とした絵がとても得意であったという。1879年。 オンタリオ美術学校卒業後、絵の勉強をするために単身イギリスに渡り、絵画の名門のロイヤルアカデミー会が彫刻学校に入学する。そこで、博物学者を諦めていたシートンに、再び博物学者を志すきっかけとなる出来事があった。イギリスで誉れ高い博物館、大英博物館との出会いである。当初、大英博物館へ足を運んだのは、 ロイヤルアカデミー会が彫刻学校の入学試験の課題である絵を描くために名画を見に行くのが目的であった。博物館には図書館もあり、シートンの興味を引く世界中の博物学書がたくさんあった。しかし、図書館には21歳未満は入館することができない年齢制限があり、当時19歳のシートンは入館することができなかった。 そのことを諦めきれないシートンは、図書館長より、イギリス王大使、イングランド国教会の大主教、首相の許可があれば21歳未満でも入館できると、教えてもらう。いても立ってもいられないシートンは、ダメ元で三者に手紙を書く。熱意が通じたのか幸運にも返事が返ってきて、シートンは、図書館長から一生涯使える太ちと模型を手に、 入れることができたこうしてシートンはそれから毎日、昼は博物館で絵を描き、夜は十時に図書室が閉館するまで博物学の本を読みあさった。しかし、その生活も長くは続かなかった。無理をしたためか、体を壊してトロントに帰郷することとなる。帰郷後しばらくして体調が回復したシートンは、同じくカナダで農場を経営する。 兄のもとで農場の手伝いをしながら森林や草原に現れる様々な動物を観察して細かく記録したりして過ごす。1883年ニューヨークの出版社で動物の絵を描く仕事を始めたが大自然への憧れを抑えることができずカナダに戻る。1890年さらなる絵の勉強をするためにパリへ出るもまた大自然が恋しくなりカナダへ戻る。 1892年には5年間マニトバ州政府の博物学者となり、博物学の専門書2冊を刊行する。1893年、33歳のシートンの元に知り合いのアメリカの実業家から、牧場の牛が狼に襲われて困っているので、動物に詳しいあなたに助けてほしいとの手紙が来たため、ニューメキシコへ向かう。この狼ロボを捕獲し終えると、 フランスにわたる。1895年、アメリカに戻る。その時に、グレース・ギャラトンと結婚する。1896年、米国に永住、ニューヨークで生活を始める。1898年、数年間雑誌に発表した物語の内発編を集め、第一作品集、私の知る野生動物を観光、大ヒットになる。 シートンの名前は全米で知られるようになり、各地で講演を依頼され始める。ボーイスカウト創設に尽くしたパウエル卿ダンベアードと共に。左がシートン。1902年、コネチカットで少年キャンプを行い、ウッドクラフトインディアンズという少年団を創設する。シートンの提唱したウッドクラフトとは、 インディアンの生活を理想とした素朴なエコロジーと自然主義であった。同時に雑誌、レディーズ・ホーム・ジャーナル誌にウッドクラフトとキャンプについての連載を開始する。1903年、二人の小さな野蛮人を出版し、ウッドクラフトの本格的な普及を始める。これをイギリスで普及させるため、軍人で青少年教育に関心の深いロバート・ベーデン・パウエルに、 手紙と著書を送ったことから、後に彼がボーイスカウトを発足させる大きなきっかけとなる。1904年、グレース・ギャラトンとの間に娘のアンが誕生する。1910年、米国ボーイスカウト連盟の理事長も務めたが、1915年に他の指導者との意見の食い違いから他元は勝つことになる。その後もウッドクラフト・インディアンズで、 子供たちに自然の素晴らしさを教えたり、鳥類保護のための法律の施行にも尽力した。1930年、ニューメキシコ州のサンタフェに移り住む。同年、アメリカの市民権を取得する。1934年、長年連れ添ったグレース・ギャラトンと離婚する。1935年、ジュリア・バトリーと再婚する。1946年、老衰のため。 ニューメキシコ州の自宅で死去。86歳つ。ありがとうございます。